皆さんこんにちは、さちねえです。今日は8月27日、何の日でしょう。トラさんの日だってそしてもう一つ、あんまり年齢はねちょっと言いたくないんですが、私の誕生日なんです。実は、はい、今までね動画で自分の誕生日とか言ったことなかったんですけど、まあもうそろそろね、年も年でねもういいかなと思うんですけど、まあ年齢はもうちょっとして大台乗ったらご報告したいと思います。まあまあそんなに隠すほどの年齢ではないですけれども、母親の誕生日も2日違いでね、29日なんですね。それでいつも2人で誕生日会をね、まあ細々とではありますけども誕生日会をねやっているんですけども、私主催でね。で今回はまあ私1人沖縄に今いますので、普段はねこんな場合だと何もしないんですけども、せっかくなんで動画に撮ろうかなと思いまして昨日早速ケーキをね予約しました。でネームプレートっていうか、お誕生日プレートをね作ってくださいって言って作ってもらったんですけど、でお名前はって言われたんで、あやべっと思って、自分でなんか自分のケーキの名前をね作るのはちょっとなんか恥ずかしかったんで、思わずお名前はって言われたら母親の名前を告げてしまいましたけども、まあそういうこともありますはい、でもなんか何もしないでぼーっとして一人ぼっちで寂しい誕生日とか思うのではなく、なんかねアトラクションっていうか、自分自身でそういうのを作ってまあ遊んだり楽しむのもいいんじゃないかなと思いまして、今日は一人誕生日会を開くことにしました食材の方もね買ってきて、まあなんちゃってですけども、メスティンでいろいろなんか食事を作ったりして、でケーキでハッピーバースデーをしたいと思いますこの年になって一人誕生日会を自分で自分を祝うっていうのはね初めてなんですけど、まあいつもはねうちのおじいちゃんの命日だったんで、実家の方ではねそんなに、まあ、誕生日会とかはねしなかったんですね。法事とかねそういう方がメインになってしまって、私の誕生日はもうそっちのけな感じだったので、小さい頃あんまり誕生日会とか開いてもらった記憶がないんですね。それでまあそういうこともありまして、まあ、ちょっとね面白いのでそんなことでもしようかな、どうせ暇なんでね思いまして、これからいろいろ食材買いに行ったりケーキ屋さん行ったりしたいと思います。はい、白バラケーキ屋さん到着しました。どっから入るのかな、こっち側、うん、すごい可愛い感じ。ケーキゲットしてきました。あ、今ドアで足をこの前ダイビングで怪我したところをまた打ってしまいました。めっちゃ痛い、もうなんてアホなんだろう、痛い。じゃあこれからね家に帰ってマイバースデーの準備をしていきたいと思います。オーガニックマーケットで買ってきたこの大沢の野菜ブイヨンを今日ね使おうと思います。はい、でこの前これも買ってきたんですけど、こんなでっかいやつね買ってきちゃったんで、本当はトマトジュースでよかったんですけど、パスタ用のソースなんですけど、これをちょっと入れてみたいと思います。野菜は、じゃがいも、玉ねぎ、人参、キャベツはね1枚でいいと思います。で、ベーコン、あとねパセリがあればいいと思います。はい、じゃあこれから炒めて煮込んでいきます。これほんとね便利いいんだよね、何でもね料理できちゃうからね。でね焦げつかないの、下があんまり、だからいいんだよね。である程度炒まったらトマトピューレもしくはトマトジュースね
これを入れていきます。これもね便利だよね、この大きめサイズのシェラカップ超便利です。でこんな感じで煮込んでいきます。材料こんだけ簡単はい。チーズがつくので上にクッキングシートをね引くのを忘れないように。はい、はい、準備が整いました。じゃあケーキを切っていきたいと思います。意外に美味しそう。ミネストローネもうまくできました。美味しそうです。今日はライ麦パンをねつけています。こっちはガーリックシュリンプです。余ったやつでも美味しそう。はい、じゃあいただきます。はい、準備ができました。今日はなんかちょっと違った角度から上の方から撮ることにしました。最近シワがすごいので、シワとクマがすごいので上の方から撮ります。はい、じゃあちょっとケーキをね持っていきたいと思います。まだちょっと外明るいですけども、あんまり暗くなりすぎるとね部屋がすごい暗くなっちゃうので、はい、じゃあケーキを持っていきたいと思います。はい、こんな感じのね、めっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛い、これだけでテンション上がるよねはい、これをちょっと開けていきたいと思います。久々にこれ使う一応ろうそくも入れてもらったのでもうこうなったらね楽しまないとねやっぱねいけないです。じゃあちょっと開けていきたいと思います。一人で食べるので一応こんぐらいの4号のね小さい、上の、 あの5号もあったんですけど、ちょっと5号だと食べきれないのでこれを買ってきました。イエーイちょっとなんか恥ずかしい、自分の名前を自分で入れてもらうなんてちょっと恥ずかしいけど、こんな感じです。可愛くないですか、可愛いちょっと文字がね歪んでますけど、いやなんかテンション上がる、一人でやる誕生日だけど自分の好きなようにできるから逆にこれやだね、ピシャーってこぼしちゃったりして、はい、じゃあ皆さんに見えるようにね、こんな感じでどうでしょうか。このくらいのね大きさだとねちょうどいいですね、一人で。あ、でもちょっと待って、ろうそく入れてもらったはずなんだけど、あれ忘れられた、ろうそく。あ、マジか、あ、忘れられてる、ろうそく、ショック、ろうそく肝心だよね、ろうそく、マジで忘れられてる。まあいいや、こういうこともありますわな。はい、じゃあ自分で歌いますはい、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディアトゥーミー、マクロビアンサチ、ハッピーバースデートゥーユー、ろうそくないから、はい、おめでとうございますすごいよね、これをこの年でやるってすごい勇気いりますけど、まあ動画なんで、あの、まあ、暇な方は祝っていただけると嬉しいです、はい、ということで、じゃあちょっと早いですけど、いただきます。こうやって撮るとね、なんか前に人がいるような感じがして、うん、いいですね、はい、乾杯、おめでとう、うん、美味しい、これさっきの
ガーリックシュリンプに使った白ワインが残ってたんで、はい、という感じでちょっとミネストローネをねいただいてみたいと思う。結構ねうまくできました。結構美味しそうです。いただいてみましょう。これでも人が誰か見てたら笑っちゃうよね。あの人何してんだろうって思われちゃうまあいいや、旅人ですから。はい、いただきます。うーん、あ、やっぱりパスタソース使ったら最高に美味しいですね。もうすでに味ができてるからめっちゃ美味しい。うん、うまい。うん、フォーク忘れた。いつもね、はい、これなんかありそうなんだけどね。あ、ショック、ここにここにあったここにあったろうそく、ここにあった。こんな見えないところに置いちゃダメでしょっていうね。もう一回やり直したねいやー楽しいな、よかった今気づいて。カラフルなやつね。あ、何本っていうのは関係ないんだけど、とりあえず5本ぐらい立てときましょうかね。2、3、4、早く食べないとね溶けちゃうねはい、じゃあつけていきますいやー嬉しい、やっぱろうそくないとだよね。ろうそくがあってなんぼですよね。いいなあ、なんかあったかいこの雰囲気がいいかもしれない。あ、いいね、ちょっと消しますわあいい感じ、このままで食べたいそこ空いてるからな、明るいんだよね。いや絶対何してんだと思われちゃうよねこれね、やばいよね。なんか変な儀式してるかと思われちゃう。はい、じゃあ Happy birthday to me。 今年1年ね、今年1年じゃないな、いろいろと辛いことありましたけれども、あの流行り病のせいでね、でもなんとかかんとか生き残ってきました皆さんもどうか健康に気をつけてお過ごしください。そんな感じで私も YouTube 始めて、2011年から始めたので、ちょうど今年で10年経ちました。はい、まあ、全然登録者数はあまり増えないですけども、でも地道にやっていければなと思います。頑張ってこれからも楽しい動画を撮っていきますので、どうぞ皆さん応援していただければ幸いです。はい、どうもありがとうございます。では消します。はい、イエーイ自分で自作自演ちょっと電気つけます。早速いただきたいと思います。いただきます。これは3日くらいかかってケーキ食べないとねちょっと一気には食べれないので。うん、おいしい。これはどうだろう、これラザニア、あの餃子でね、餃子の皮をね利用して作ったラザニアなんですけど、こんなことを初めてやるんですが、どんな感じなんだろう、どう見ればいいんだろう。うわー美味しそうだよこれ、意外に。ほら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 、美味しそうじゃない。ちょっとこれ食べるの難しそうだけど、うわーいい感じでね、トマトとナスが美味しそう。いただきます。うん、うん、おいしい。やっぱりでもバジルの方が良かったかな最近なんかこう料理したりとかあのする動画が多くなってるんですけど、なぜならここの古民家での生活がすごい充実していて、なんかねあんまり外に出たくないんですよ。めちゃめちゃ充実してて、でオーナーさんもすごいいい方で、でキッチンも広いし、お料理してることがすごい楽しくて、ついついなんか料理動画がね多くなっちゃってるんですけど、まあでもあともう少ししたら、あと何週間、あと2週
1週間ちょっとでまた仕事が再開するので、なかなかちょっと動画の方がね撮れないですし、もうすぐここも出てしまうので、残り少ない時間をですね楽しく過ごしたいと思います。誕生日がねこの場所でできたっていうのはすごい嬉しいです。まあ一人でねちょっと寂しいっちゃ寂しいんですけど、来年の誕生日は必ずどなたかいいパートナーをゲットできればなと密かに思っております。はい、という感じで、本日もこんな私の動画に付き合っていただいてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。